新約聖書ヨハネによる福音書第一章一節から十八節。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この言葉ははじめに神と共にあった。万物は言葉によってなった。なったもので言葉によらずになったものは何一つなかった。言葉のうちに命があった。命は人間を照らす光であった。光は暗闇の中で輝いている。暗闇は光を理解しなかった。神から使わされた一人の人がいた。その名はヨハネである。彼は証をするために来た。光について証をするため、また全ての人が彼によって信じるようになるためである。彼は光ではなく、光について証をするために来た。その光は誠の光で、世に来て全ての人を照らすのである。言葉は世にあった。世は言葉によってなったが、世は言葉を認めなかった。言葉は自分の民のところへ来たが、民は受け入れなかった。しかし言葉は自分を受け入れた人、その名を信じる人々には神の異なる資格を与えた。この人々は血によってではなく、肉の欲によってではなく、人の欲によってでもなく、神によって生まれたのである。言葉は肉となって私たちの間に宿られた。私たちはその栄光を見た。それは父の独り子としての栄光であって、恵みと真理とに満ちていた。ヨハネはこの方について証をし、声を張り上げて言った。私の後から来られる方は私より優れている。私よりも先におられたからであると私が言ったのはこの方のことである。私たちは皆この方の満ち溢れる豊かさの中から恵みの上にさらに恵みを受けた。律法はモーセを通して与えられたが、恵みと真理はイエス・キリストを通して現れたからである。未だかつて神を見た者はいない。父の懐にいる一人子である神、この方が神を示されたのである。19節から28節。さてヨハネの証はこうである。エルサレムのユダヤ人たちが祭司やレビ人たちをヨハネのもとへ遣わして、あなたはどなたですかと質問させたとき、彼は公言して隠さず、私はメシアではないと言い表した。彼らがまた、では何ですか、あなたはエリアですかと尋ねると、ヨハネは違うと言った。さらに、あなたはあの預言者なのですかと尋ねると、そうではないと答えた。そこで彼らは言った。それでは一体誰なのです。私たちを使わした人々に返事をしなければなりません。あなたは自分を何だと言うのですか。ヨハネは預言者イザヤの言葉を用いて言った。私は荒れ野で叫ぶ声である。主の道をまっすぐにせよと。使わされた人たちはパリサイ派に属していた。彼らがヨハネに尋ねて、あなたはメシアでもエリアでも、またあの預言者でもないのに、なぜバプテスマを授けるのですかと言うと、ヨハネは答えた。私は水でバプテスマを授けるが、あなた方の中にはあなた方の知らない方がおられる。その人は私の後から来られる方で、私はその履物の紐を解く資格もない。これはヨハネがバプテスマを授けていたヨルダン川の向こう側、ベタニアでの出来事であった。
29節から34節。その翌日、ヨハネは自分の方へイエスが来られるのを見ていった。見よ、世の罪を取り除く神の子羊だ。私の後から一人の人が来られる。その方は私に勝る。私よりも先におられたからであると私が言ったのは、この方のことである。私はこの方を知らなかった。しかしこの方がイスラエルに現れるために、私は水でバプテスマを授けに来た。そしてヨハネは証しした。私は霊が鳩のように天から下ってこの方の上にとどまるのを見た。私はこの方を知らなかった。しかし水でバプテスマを授けるために私をお遣わしになった方が、霊が下ってある人にとどまるのを見たら、その人が聖霊によってバプテスマを授ける人であると私に言われた。私はそれを見た。だからこの方こそ神の子であると証ししたのである。35節から42節。その翌日、またヨハネは二人の弟子と一緒にいた。そして歩いておられるイエスを見つめて、見よ、神の子羊だと言った。二人の弟子はそれを聞いてイエスに従った。イエスは振り返り、彼らが従ってくるのを見て、何を求めているのかと言われた。彼らが、ラビ、先生という意味、どこに泊まっておられるのですかと言うと、イエスは、来なさい、そうすればわかると言われた。そこで彼らはついて行って、どこにイエスが泊まっておられるかを見た。そしてその日は、イエスのもとに泊まった。午後4時ごろのことである。ヨハネの言葉を聞いて、イエスに従った二人のうちの一人は、シモン・ペトロの兄弟、アンデレであった。彼は、まず自分の兄弟シモンに会って、私たちはメシア、油を注がれた者という意味に出会った、と言った。そして、シモンをイエスのところに連れて行った。イエスは彼を見つめて、あなたはヨハネの子シモンであるが、ケファ、岩という意味、と呼ぶことにすると言われた。43節から51節。その翌日、イエスはガリラヤへ行こうとした時に、フィリポに出会って、私に従いなさいと言われた。フィリポは、アンデレとペトロの町、ベトサイダの出身であった。フィリポはナタナエルに出会って言った。私たちはモーセが律法に記し、預言者たちも書いている方に出会った。それはナザレの人でヨセフの子イエスだ。するとナタナエルが、ナザレから何か良いものが出るだろうかと言ったので、フィリポは来てみなさいと言った。イエスはナタナエルがご自分の方へ来るのを見て、彼のことをこう言われた。見なさい、まことのイスラエル人だ。この人には偽りがない。ナタナエルが、どうして私を知っておられるのですかと言うと、イエスは答えて、私はあなたがフィリポから話しかけられる前に、イチジクの木の下にいるのを見たと言われた。ナタナエルは答えた。ラビ、あなたは神の子です。あなたはイスラエルの王です。イエスは答えて言われた。イチジクの木の下にあなたがいるのを見たと言ったので信じるのか。もっと偉大なことをあなたは見ることになる。さらに言われた。はっきり言っておく。天が開け、神の天使たちが人の子の上に上り下りするのをあなた方は見ることになる。第二章、一節から十二節。三日目にガリラヤのカナで婚礼があって、イエスの母がそこにいた。イエスもその弟子たちも婚礼に招かれた。
葡萄酒が足りなくなったので、母がイエスに、葡萄酒がなくなりましたと言った。イエスは母に言われた。夫人よ、私とどんな関わりがあるのです。私の時はまだ来ていません。しかし、母は召使いたちに、この人が何か言いつけたら、その通りにしてくださいと言った。そこには、ユダヤ人が清めに用いる石の水がめが6つ置いてあった。いずれも2ないし3メトレテス入りのものである。イエスが水がめに水をいっぱい入れなさいと言われると、召使いたちは亀の縁まで水を満たした。イエスは、さあ、それを汲んで宴会の世話役のところへ持って行きなさいと言われた。召使いたちは運んで行った。世話役は、葡萄酒に変わった水の味見をした。この葡萄酒がどこから来たのか、水を汲んだ召使いたちは知っていたが、世話役は知らなかったので、花婿を呼んで行った。誰でも初めに良い葡萄酒を出し、酔いが回った頃に劣ったものを出すものですが、あなたは良い葡萄酒を今まで取っておかれました。イエスはこの最初の印をガリラヤのカナで行って、その栄光を表された。それで弟子たちはイエスを信じた。この後イエスは母、兄弟、弟子たちとカファルナウムに下って行き、そこに幾日か滞在された。13節から22節。ユダヤ人の杉越祭が近づいたので、イエスはエルサレムへ登って行かれた。そして神殿の境内で牛や羊や鳩を売っている者たちと座って両替をしている者たちをご覧になった。イエスは縄で鞭を作り、羊や牛をすべて境内から追い出し、両替人の金をまき散らし、その台を倒し、鳩を売る者たちに言われた。このようなものはここから運び出せ。私の父の家を商売の家としてはならない。弟子たちは、あなたの家を思う熱意が私を食い尽くすと書いてあるのを思い出した。ユダヤ人たちはイエスに、あなたはこんなことをするからにはどんな印を私たちに見せるつもりかと言った。イエスは答えて言われた。この神殿を壊してみよ。3日で建て直してみせる。それでユダヤ人たちは、この神殿は建てるのに46年もかかったのに、あなたは3日で建て直すのかと言った。イエスの言われる神殿とは、ご自分の体のことだったのである。イエスが死者の中から復活されたとき、弟子たちはイエスがこう言われたのを思い出し、聖書とイエスの語られた言葉とを信じた。23節から25節。イエスは杉越祭の間エルサレムにおられたが、そのなさった印を見て多くの人がイエスの名を信じた。しかしイエスご自身は彼らを信用されなかった。それはすべての人のことを知っておられ、人間について誰からも証ししてもらう必要がなかったからである。イエスは何が人間の心の中にあるかをよく知っておられたのである。第三章1節から21節。さて、パリサイ派に属するニコデモという人がいた。ユダヤ人たちの議員であった。ある夜イエスのもとに来て言った。ラビ、私どもはあなたが神の元から来られた教師であることを知っています。神が共におられるのでなければ、あなたのなさるような印を誰も行うことはできないからです。イエスは答えて言われた。はっきり言っておく。人は新たに生まれなければ神の国を見ることはできない。ニコデモは言った。年を取った者がどうして生まれることができましょう。もう一度
母親の胎内に入って生まれることができるでしょうか。イエスはお答えになった。はっきり言っておく。誰でも水と霊とによって生まれなければ神の国に入ることはできない。肉から生まれたものは肉である。霊から生まれたものは霊である。あなた方は新たに生まれねばならないとあなたに言ったことに驚いてはならない。風は思いのままに吹く。あなたはその音を聞いてもそれがどこから来てどこへ行くかを知らない。霊から生まれたものも皆その通りである。するとニコデモはどうしてそんなことがありえましょうかと言った。イエスは答えて言われた。あなたはイスラエルの教師でありながらこんなことがわからないのか。はっきり言っておく。私たちは知っていることを語り見たことを証ししているのに、あなた方は私たちの証を受け入れない。私が地上のことを話しても信じないとすれば、天上のことを話したところでどうして信じるだろう。天から下ってきたもの、すなわち人の子の他には天に昇った者は誰もいない。そしてモーセが荒れ野で蛇をあげたように、人の子もあげられねばならない。それは信じる者が皆人の子によって永遠の命を得るためである。神はその一人子をお与えになったほどに世を愛された。一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。神が御子を世に遣わされたのは世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。御子を信じる者は裁かれない。信じない者はすでに裁かれている。神の一人子の名を信じていないからである。光が世に来たのに人々はその行いが悪いので光よりも闇の方を好んだ。それがもう裁きになっている。悪を行う者は皆光を憎み、その行いが明るみに出されるのを恐れて光の方に来ないからである。しかし真理を行う者は光の方に来る。その行いが神に導かれてなされたということが明らかになるために。22節から30節。その後イエスは弟子たちとユダヤ地方に行って、そこに一緒に滞在しバプテスマを授けておられた。他方ヨハネはサリムの近くのアイノンでバプテスマを授けていた。そこは水が豊かであったからである。人々は来てバプテスマを受けていた。ヨハネはまだ投獄されていなかったのである。ところがヨハネの弟子たちとあるユダヤ人との間で清めのことで論争が起こった。彼らはヨハネのもとに来ていった。ラビ、ヨルダン川の向こう側であなたと一緒にいた人、あなたが証しされたあの人がバプテスマを授けています。みんながあの人の方へ行っています。ヨハネは答えて言った。天から与えられなければ人は何も受けることができない。私は自分はメシアではないと言い、自分はあの方の前に遣わされたものだと言ったが、そのことについてはあなたたち自身が証ししてくれる。花嫁を迎えるのは花婿だ。花婿の介添え人はそばに立って耳を傾け、花婿の声が聞こえると大いに喜ぶ。だから私は喜びで満たされている。あの方は栄え、私は衰えねばならない。31節から36節。上から来られる方は全てのものの上におられる。地から出るものは地に属し、地に属するものとして語る。天から来られる方は全てのものの上におられる。この方は見たこと聞いたことを証しされるが、誰もその証しを受け入れない。その証しを受け入れる者は神が真実であることを確認したことになる。
神がお使わしになった方は神の言葉を話される。神が霊を限りなくお与えになるからである。御父は御子を愛してその手に全てを委ねられた。御子を信じる人は永遠の命を得ているが、御子に従わない者は命に預かることがないばかりか、神の怒りがその上にとどまる。第4章1節から42節。さて、イエスがヨハネよりも多くの弟子を作り、バプテスマを授けておられるということが、ファリサイ派の人々の耳に入った。イエスはそれを知ると、バプテスマを授けていたのは、イエスご自身ではなく、弟子たちである。ユダヤを去り、再びガリラヤへ行かれた。しかし、サマリアを通らねばならなかった。それで、ヤコブがその子、ヨセフに与えた土地の近くにある、シカルというサマリアの町に来られた。そこには、ヤコブの井戸があった。イエスは、旅に疲れて、そのまま井戸のそばに座っておられた。正午頃のことである。サマリアの女が水を汲みに来た。イエスは、水を飲ませてくださいと言われた。弟子たちは食べ物を買うために町に行っていた。するとサマリアの女は、ユダヤ人のあなたがサマリアの女の私にどうして水を飲ませてほしいと頼むのですかと言った。ユダヤ人はサマリア人とは交際しないからである。イエスは答えて言われた。もしあなたが神の賜物を知っており、また水を飲ませてくださいと言ったのが誰であるか知っていたならば、あなたの方からその人に頼み、その人はあなたに生きた水を与えたことであろう。女は言った。主よ、あなたは汲むものをお持ちでないし、井戸は深いのです。どこからその生きた水を手にお入れになるのですか？あなたは私たちの父、ヤコブよりも偉いのですか？ヤコブがこの井戸を私たちに与え、彼自身もその子供や家畜もこの井戸から水を飲んだのです。イエスは答えて言われた。この水を飲む者は誰でもまた乾く。しかし私が与える水を飲む者は決して乾かない。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命に至る水が湧き出る。女は言った。主よ、乾くことがないように、またここに汲みに来なくてもいいように、その水をください。イエスが、行ってあなたの夫をここに呼んできなさいと言われると、女は答えて、私には夫はいませんと言った。イエスは言われた。夫はいませんとはまさにその通りだ。あなたには五人の夫がいたが、今連れ添っているのは夫ではない。あなたはありのままを言ったわけだ。女は言った。主よ、あなたは預言者だとお見受けします。私どもの先祖はこの山で礼拝しましたが、あなた方は礼拝すべき場所はエルサレムにあると言っています。イエスは言われた。夫人よ、私を信じなさい。あなた方がこの山でもエルサレムでもないところで父を礼拝する時が来る。あなた方は知らないものを礼拝しているが、私たちは知っているものを礼拝している。救いはユダヤ人から来るからだ。しかし、誠の礼拝をする者たちが霊と真理をもって父を礼拝する時が来る。今がその時である。なぜなら、父はこのように礼拝する者を求めておられるからだ。神は霊である。だから、神を礼拝する者は、霊と真理をもって礼拝しなければならない。女が言った。私は、
キリストと呼ばれるメシアが来られることは知っています。その方が来られるとき、私たちに一切のことを知らせてくださいます。イエスは言われた。それはあなたと話をしているこの私である。ちょうどその時、弟子たちが帰ってきて、イエスが女の人と話をしておられるのに驚いた。しかし、何か御用ですかとか、何をこの人と話しておられるのですかという者はいなかった。女は水瓶をそこに置いたまま町に行き、人々に言った。さあ、見に来てください。私が行ったことをすべて言い当てた人がいます。もしかしたら、この方がメシアかもしれません。人々は町を出て、イエスのもとへやってきた。その間に、弟子たちが、ラビ、食事をどうぞと勧めると、イエスは、私には、あなた方の知らない食べ物があると言われた。弟子たちは、誰かが食べ物を持ってきたのだろうかと互いに言った。イエスは言われた。私の食べ物とは、私をお使わしになった方の御心を行い、その技を成し遂げることである。あなた方は、借り入れまでまだ4ヶ月もあると言っているではないか。私は言っておく。目を上げて畑を見るがよい。色づいて借り入れを待っている。すでに、借り入れる人は報酬を受け、永遠の命に至る実を集めている。こうして、種をまく人も刈る人も共に喜ぶのである。そこで、一人が種をまき、別の人が刈り入れるということわざの通りになる。あなた方が自分では労苦しなかったものを刈り入れるために、私はあなた方を使わした。他の人々が労苦し、あなた方はその労苦の実りに預かっている。さて、その町の多くのサマリア人は、この方が私の行ったことをすべて言い当てましたと証言した女の言葉によってイエスを信じた。そこで、このサマリア人たちはイエスのもとにやってきて、自分たちのところに留まるようにと頼んだ。イエスは2日間そこに滞在された。そして、さらに多くの人々がイエスの言葉を聞いて信じた。彼らは女に言った。私たちが信じるのは、もうあなたが話してくれたからではない。私たちは自分で聞いて、この方が本当に世の救い主であると分かったからです。43節から54節。2日後、イエスはそこを出発して、ガリラヤへ行かれた。イエスは自ら、預言者は自分の故郷では敬われないものだとはっきり言われたことがある。ガリラヤにお着きになると、ガリラヤの人たちはイエスを歓迎した。彼らも祭りに行ったので、その時エルサレムでイエスがなさったことをすべて見ていたからである。イエスは再びガリラヤのカナに行かれた。そこは前にイエスが水をブドウ酒に変えられたところである。さて、カファルナウムに王の役人がいて、その息子が病気であった。この人はイエスがユダヤからガリラヤに来られたと聞き、イエスのもとに行き、カファルナウムまで下ってきて息子を癒してくださるように頼んだ。息子が死にかかっていたからである。イエスは役人に、あなた方は、印や不思議な技を見なければ、決して信じないと言われた。役人は、主よ、子供が死なないうちにおいでくださいと言った。イエスは言われた。帰りなさい。あなたの息子は生きる。その人は、イエスの言われた言葉を信じて帰って行った。ところが、下って行く途中、しもべたちが迎えに来て、その子が生きていることを告げた。そこで、息子の病気が良くなった時刻を尋ねると、しもべたちは、昨日の午後1時に熱が下がりましたと言った。それは、イエスがあなたの息子は生きると言われたのと
同じ時刻であることをこの父親は知った。そして彼もその家族もこぞって信じた。これはイエスがユダヤからガリラヤに来てなされた2回目の印である。第5章1節から18節。その後ユダヤ人の祭りがあったので、イエスはエルサレムに登られた。エルサレムには羊の門の傍らにヘブライ語でベトザタと呼ばれる池があり、そこには5つの回廊があった。この回廊には病気の人、目の見えない人、足の不自由な人、体の麻痺した人などが大勢横たわっていた。彼らは水が動くのを待っていた。それは主の使いが時々池に降りてきて水が動くことがあり、水が動いた時真っ先に水に入る者はどんな病気にかかっていても癒されたからである。さてそこに38年も病気で苦しんでいる人がいた。イエスはその人が横たわっているのを見、またもう長い間病気であるのを知って、よくなりたいかと言われた。病人は答えた。主よ、水が動くとき、私を池の中に入れてくれる人がいないのです。私が行くうちに、他の人が先に降りていくのです。イエスは言われた。起き上がりなさい。床を担いで歩きなさい。すると、その人はすぐに良くなって、床を担いで歩き出した。その日は安息日であった。そこでユダヤ人たちは病気を癒していただいた人に言った。今日は安息日だ。だから床を担ぐことは律法で許されていない。しかしその人は、私を癒してくださった方が床を担いで歩きなさいと言われたのです。と答えた。彼らは、お前に床を担いで歩きなさいと言ったのは誰だと尋ねた。しかし病気を癒していただいた人はそれが誰であるか知らなかった。イエスは群衆がそこにいる間に立ち去られたからである。その後イエスは神殿の境内でこの人に出会って言われた。あなたは良くなったのだ。もう罪を犯してはいけない。さもないともっと悪いことが起こるかもしれない。この人は立ち去って自分を癒したのはイエスだとユダヤ人たちに知らせた。そのためにユダヤ人たちはイエスを迫害し始めた。イエスが安息日にこのようなことをしておられたからである。イエスはお答えになった。私の父は今もなお働いておられる。だから私も働くのだ。このためにユダヤ人たちはますますイエスを殺そうと狙うようになった。イエスが安息日を破るだけでなく、神をご自分の父と呼んでご自身を神と等しいものとされたからである。19節から30節。そこでイエスは彼らに言われた。はっきり言っておく。子は父のなさることを見なければ自分からは何事もできない。父がなさることは何でも子もその通りにする。父は子を愛してご自分のなさることをすべて子に示されるからである。またこれらのことよりも大きな技を子にお示しになってあなたたちが驚くことになる。すなわち父が死者を復活させて命をお与えになるように、子も与えたいと思う者に命を与える。また父は誰をも裁かず、裁きは一切子に任せておられる。すべての人が父を敬うように子をも敬うようになるためである。子を敬わない者は子をお遣わしになった父をも敬わない。はっきり言っておく。私の言葉を聞いて私をお遣わしになった方を信じる者は永遠の命を得、また裁かれることなく死から命へと移っている。はっきり言っておく。
死んだ者が神のこの声を聞く時が来る。今やその時である。その声を聞いた者は生きる。父はご自身のうちに命を持っておられるように、子にも自分のうちに命を持つようにしてくださったからである。また裁きを行う権能を子にお与えになった。子は人の子だからである。驚いてはならない。時が来ると墓の中にいる者は皆人の子の声を聞き、善を行った者は復活して命を受けるために、悪を行った者は復活して裁きを受けるために出てくるのだ。私は自分では何もできない。ただ父から聞くままに裁く。私の裁きは正しい。私は自分の意思ではなく、私をお使わしになった方の御心を行おうとするからである。31節から47節。もし私が自分自身について証しをするなら、その証しは真実ではない。私について証しをなさる方は別におられる。そしてその方が私についてなさる証しは真実であることを私は知っている。あなたたちはヨハネのもとへ人を送ったが、彼は真理について証しをした。私は人間による証しは受けない。しかしあなたたちが救われるためにこれらのことを言っておる。ヨハネは燃えて輝く灯火であった。あなたたちはしばらくの間その光のもとで喜び楽しもうとした。しかし私にはヨハネの証に勝る証がある。父が私に成し遂げるようにお与えになった技、つまり私が行っている技そのものが、父が私をお使わしになったことを証ししている。また私をお使わしになった父が私について証しをしてくださる。あなたたちはまだ父のお声を聞いたこともなければ、お姿を見たこともない。またあなたたちは自分のうちに父のお言葉をとどめていない。父がお使わしになったものをあなたたちは信じないからである。あなたたちは聖書の中に永遠の命があると考えて聖書を研究している。ところが聖書は私について証しをするものだ。それなのにあなたたちは命を得るために私のところへ来ようとしない。私は人からの誉れは受けない。しかしあなたたちのうちには神への愛がないことを私は知っている。私は父の名によって来たのに、あなたたちは私を受け入れない。もし他の人が自分の名によって来れば、あなたたちは受け入れる。互いに相手からの誉れは受けるのに、唯一の神からの誉れは求めようとしないあなたたちには、どうして信じることができようか。私が父にあなたたちを訴えるなどと考えてはならない。あなたたちを訴えるのは、あなたたちが頼りにしているモーセなのだ。あなたたちはモーセを信じたのであれば、私をも信じたはずだ。モーセは私について書いているからである。しかしモーセの書いたことを信じないのであれば、どうして私が語ることを信じることができようか。第6章1節から15節。その後イエスはガリラヤ湖、すなわちティベリアス湖の向こう岸に渡られた。大勢の群衆が後を追った。イエスが病人たちになさった印を見たからである。イエスは山に登り、弟子たちと一緒にそこにお座りになった。ユダヤ人の祭りである杉越祭が近づいていた。イエスは目を上げ、大勢の群衆がご自分の方へ来るのを見て、フィリポに、この人たちに食べさせるにはどこでパンを買えばよいだろうかと言われたが、こう言ったのはフィリポを試みるためであって、
ご自分では何をしようとしているか知っておられたのである。ピリポはメイメイが少しずつ食べるためにも200デナリオン分のパンでは足りないでしょうと答えた。弟子の一人でシモン・ペトロの兄弟アンデレがイエスに言った。ここに大麦のパン5つと魚2匹とを持っている少年がいます。けれどもこんなに大勢の人では何の役にも立たないでしょう。イエスは人々を座らせなさいと言われた。そこには草がたくさん生えていた。男たちはそこに座ったが、その数はおよそ5000人であった。さてイエスはパンを取り、感謝の祈りを唱えてから座っている人々に分け与えられた。また魚も同じようにして欲しいだけ分け与えられた。人々が満腹したとき、イエスは弟子たちに、少しも無駄にならないように残ったパンのくずを集めなさいと言われた。集めると人々が5つの大麦パンを食べて、なお残ったパンのくずで12のかごがいっぱいになった。そこで人々はイエスのなさった印を見て、まさにこの人こそ世に来られる預言者であると言った。イエスは人々が来て自分を王にするために連れて行こうとしているのを知り、一人でまた山に退かれた。16節から21節。夕方になったので、弟子たちは湖畔へ降りて行った。そして船に乗り、湖の向こう岸のカファルナウムに行こうとした。すでに暗くなっていたが、イエスはまだ彼らのところには来ておられなかった。強い風が吹いて湖は荒れ始めた。25ないし30スタディオンばかり漕ぎ出した頃、イエスが湖の上を歩いて船に近づいて来られるのを見て、彼らは恐れた。イエスは言われた。私だ、恐れることはない。そこで彼らはイエスを船に迎え入れようとした。すると間もなく船は目指す地に着いた。22節から59節。その翌日、湖の向こう岸に残っていた群衆は、そこには小舟が1艘しかなかったこと、またイエスは弟子たちと一緒に船に乗り込まれず、弟子たちだけが出かけたことに気づいた。ところが他の小舟が数艘、ティベリアスから主が感謝の祈りを唱えられた後に人々がパンを食べた場所へ近づいてきた。群衆はイエスも弟子たちもそこにいないと知ると、自分たちもそれらの小舟に乗り、イエスを探し求めてカファルナウムに来た。そして湖の向こう岸でイエスを見つけると、ラビ、いつここにおいでになったのですかと言った。イエスは答えて言われた。はっきり言っておく。あなた方が私を探しているのは、印を見たからではなく、パンを食べて満腹したからだ。朽ちる食べ物のためではなく、いつまでもなくならないで、永遠の命に至る食べ物のために働きなさい。これこそ、人の子が、あなた方に与える食べ物である。父である神が人の子を認証されたからである。そこで彼らが、神の技を行うためには何をしたらよいでしょうかというと、イエスは答えて言われた。神がお遣わしになったものを信じること、それが神の技である。そこで彼らは言った。それでは私たちが見てあなたを信じることができるように、どんな印を行ってくださいますか。どのようなことをしてくださいますか。私たちの先祖は荒れ野でマンナを食べました。天からのパンを彼らに与えて食べさせたと書いてある通りです。するとイエスは言われた。はっきり言っておく。
モーセが天からのパンをあなた方に与えたのではなく、私の父が天からの誠のパンをお与えになる。神のパンは天から下ってきて世に命を与えるものである。そこで彼らが、主よ、そのパンをいつも私たちにくださいと言うと、イエスは言われた。私が命のパンである。私のもとに来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者は決して乾くことがない。しかし前にも言ったように、あなた方は私を見ているのに信じない。父が私にお与えになる人は皆私のところに来る。私のもとに来る人を私は決して追い出さない。私が天から下ってきたのは自分の意志を行うためではなく、私をお使わしになった方の御心を行うためである。私をお使わしになった方の御心とは、私に与えてくださった人を一人も失わないで終わりの日に復活させることである。私の父の御心は、子を見て信じる者が皆永遠の命を得ることであり、私がその人を終わりの日に復活させることだからである。ユダヤ人たちはイエスが、私は天から下ってきたパンであると言われたので、イエスのことでつぶやき始め、こう言った。これはヨセフの息子のイエスではないか。我々はその父も母も知っている。どうして今私は天から下ってきたなどというのか。イエスは答えて言われた。つぶやき合うのはやめなさい。私をお使わしになった父が引き寄せてくださらなければ、誰も私のもとへ来ることはできない。私はその人を終わりの日に復活させる。預言者の書に、彼らは皆神によって教えられると書いてある。父から聞いて学んだ者は皆私のもとに来る。父を見た者は一人もいない。神のもとから来た者だけが父を見たのである。はっきり言っておく、信じる者は永遠の命を得ている。私は命のパンである。あなたたちの先祖は荒れ野でマンナを食べたが死んでしまった。しかしこれは天から下ってきたパンであり、これを食べる者は死なない。私は天から下ってきた生きたパンである。このパンを食べるならば、その人は永遠に生きる。私が与えるパンとは、世を生かすための私の肉のことである。それでユダヤ人たちは、どうしてこの人は自分の肉を我々に食べさせることができるのかと互いに激しく議論し始めた。イエスは言われた。はっきり言っておく、人の子の肉を食べその血を飲まなければ、あなたたちのうちに命はない。私の肉を食べ私の血を飲む者は永遠の命を得、私はその人を終わりの日に復活させる。私の肉は誠の食べ物、私の血は誠の飲み物だからである。私の肉を食べ私の血を飲む者はいつも私のうちにおり、私もまたいつもその人のうちにいる。生きておられる父が私をお使わしになり、また私が父によって生きるように、私を食べる者も私によって生きる。これは天から下ってきたパンである。先祖が食べたのに死んでしまったようなものとは違う。このパンを食べる者は永遠に生きる。これらはイエスがカファルナウムの街道で教えていた時に話されたことである。60節から71節。ところで弟子たちの多くの者はこれを聞いて言った。実にひどい話だ。誰がこんな話を聞いていられようか。イエスは弟子たちがこのことについてつぶやいているのに気づいて言われた。あなた方はこのことにつまずくのか。それでは
人の子が元いたところに登るのを見るならば、命を与えるのは霊である。肉は何の役にも立たない。私があなた方に話した言葉は霊であり命である。しかしあなた方のうちには信じない者たちもいる。イエスは最初から信じない者たちが誰であるか、またご自分を裏切る者が誰であるかを知っておられたのである。そして言われた。こういうわけで、私はあなた方に、父からお許しがなければ誰も私のもとに来ることはできないと言ったのだ。このために弟子たちの多くが離れ去り、もはやイエスと共に歩まなくなった。そこでイエスは12人に、あなた方も離れていきたいかと言われた。シモン・ペトロが答えた。主よ、私たちは誰のところへ行きましょうか。あなたは永遠の命の言葉を持っておられます。あなたこそ神の聖者であると私たちは信じ、また知っています。するとイエスは言われた。あなた方12人は私が選んだのではないか。ところがその中の一人は悪魔だ。イスカリオテのシモンの子ユダのことを言われたのである。このユダは12人の一人でありながらイエスを裏切ろうとしていた。第7章1節から9節。その後イエスはガリラヤを巡っておられた。ユダヤ人が殺そうと狙っていたので、ユダヤを巡ろうとは思われなかった。時にユダヤ人のカリーヨ祭が近づいていた。イエスの兄弟たちが言った。ここを去ってユダヤに行き、あなたのしている技を弟子たちにも見せてやりなさい。公に知られようとしながら密かに行動するような人はいない。こういうことをしているからには自分を世にはっきり示しなさい。兄弟たちもイエスを信じていなかったのである。そこでイエスは言われた。私の時はまだ来ていない。しかしあなた方の時はいつも備えられている。世はあなた方を憎むことができないが、私を憎んでいる。私が世の行っている技は悪いと証ししているからだ。あなた方は祭りに登っていくがよい。私はこの祭りには登っていかない。まだ私の時が来ていないからである。こう言ってイエスはガリラヤにとどまられた。10節から24節。しかし兄弟たちが祭りに登っていった時、イエスご自身も人目を避け隠れるようにして登って行かれた。祭りの時、ユダヤ人たちはイエスを探し、あの男はどこにいるのかと言っていた。群衆の間ではイエスのことがいろいろとささやかれていた。良い人だという者もいれば、いや群衆を惑わしているという者もいた。しかしユダヤ人たちを恐れてイエスについて公然と語る者はいなかった。祭りもすでに半ばになった頃、イエスは神殿の境内に登っていって教え始められた。ユダヤ人たちが驚いて、この人は学問をしたわけでもないのにどうして聖書をこんなによく知っているのだろうというと、イエスは答えて言われた。私の教えは自分の教えではなく、私をお遣わしになった方の教えである。この方の御心を行おうとする者は、私の教えが神から出たものか、私が勝手に話しているのかわかるはずである。自分勝手に話す者は自分の栄光を求める。しかし自分をお遣わしになった方の栄光を求める者は真実な人であり、その人には不義がない。
モーセはあなたたちに律法を与えたではないか。ところがあなたたちは誰もその律法を守らない。なぜ私を殺そうとするのか。群衆が答えた。あなたは悪霊に取り憑かれている。誰があなたを殺そうというのか。イエスは答えて言われた。私が一つの技を行ったというので、あなたたちは皆驚いている。しかしモーセはあなたたちに割礼を命じた。もっともこれはモーセからではなく族長たちから始まったのだが、だからあなたたちは安息日にも割礼を施している。モーセの律法を破らないようにと、人は安息日であっても割礼を受けるのに、私が安息日に全身を癒したからといって腹を立てるのか。上辺だけで裁くのをやめ、正しい裁きをしなさい。25節から31節。さて、エルサレムの人々の中には次のように言う者たちがいた。これは人々が殺そうと狙っているものではないか。あんなに公然と話しているのに何も言われない。議員たちはこの人がメシアだということを本当に認めたのではなかろうか。しかし私たちはこの人がどこの出身かを知っている。メシアが来られるときはどこから来られるのか誰も知らないはずだ。すると神殿の境内で教えていたイエスは大声で言われた。あなたたちは私のことを知っており、またどこの出身かも知っている。私は自分勝手に来たのではない。私をお使わしになった方は真実であるが、あなたたちはその方を知らない。私はその方を知っている。私はその方の元から来たものであり、その方が私をお使わしになったのである。人々はイエスを捕らえようとしたが、手をかける者はいなかった。イエスの時はまだ来ていなかったからである。しかし群衆の中にはイエスを信じる者が大勢いて、メシアが来られてもこの人よりも多くの印をなさるだろうかと言った。32節から36節。パリサイ派の人々は群衆がイエスについてこのようにささやいているのを耳にした。祭司長たちとパリサイ派の人々はイエスを捕らえるために下役たちを使わした。そこでイエスは言われた。今しばらく私はあなたたちと共にいる。それから自分をお使わしになった方のもとへ帰る。あなたたちは私を探しても見つけることがない。私のいるところにあなたたちは来ることができない。するとユダヤ人たちが互いに言った。私たちが見つけることはないとは一体どこへ行くつもりだろう。ギリシャ人の間に離散しているユダヤ人のところへ行ってギリシャ人に教えるとでも言うのか。あなたたちは私を探しても見つけることがない。私のいるところにあなたたちは来ることができないと彼は言ったが、その言葉はどういう意味なのか。37節から39節。祭りが最も盛大に祝われる終わりの日にイエスは立ち上がって大声で言われた。乾いている人は誰でも私のところに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書に書いてある通り、その人の内から生きた水が川となって流れ出るようになる。イエスはご自分を信じる人々が受けようとしている霊について言われたのである。イエスはまだ栄光を受けておられなかったので、霊がまだ下っていなかったからである。40節から44節。この言葉を聞いて群衆の中には、この人は本当にあの預言者だというものや、この人はメシアだというものがいたが、このように言う者もいた。
メシアはガリラヤから出るだろうか。メシアはダビデの子孫で、ダビデのいた村ベツレヘムから出ると聖書に書いてあるではないか。こうしてイエスのことで群衆の間に対立が生じた。その中にはイエスを捕らえようと思う者もいたが、手をかける者はなかった。45節から52節。さて、祭司長たちやパリサイ派の人々は、下役たちが戻ってきたとき、どうしてあの男を連れてこなかったのかと言った。下役たちは、今まであの人のように話した人はいませんと答えた。するとパリサイ派の人々は言った。お前たちまでも惑わされたのか。議員やパリサイ派の人々の中にあの男を信じた者がいるだろうか。だが律法を知らないこの群衆は呪われている。彼らの中の一人で、以前イエスを訪ねたことのあるニコデモが言った。我々の律法によれば、まず本人から事情を聞き、何をしたかを確かめた上でなければ判決を下してはならないことになっているではないか。彼らは答えて言った。あなたもガリラヤ出身なのか。よく調べてみなさい。ガリラヤからは預言者の出ないことがわかる。第8章11節53節から、人々はおのおの家へ帰っていった。イエスはオリーブ山へ行かれた。朝早く再び神殿の境内に入られると、民衆が皆ご自分のところにやってきたので、座って教え始められた。そこへ律法学者たちやパリサイ派の人々が、貫通の現場で捕らえられた女を連れてきて真ん中に立たせ、イエスに言った。先生、この女は貫通をしている時に捕まりました。こういう女は石で打ち殺せとモーセは律法の中で命じています。ところで、あなたはどうお考えになりますか。イエスを試して訴える口実を得るためにこう言ったのである。イエスはかがみ込み、指で地面に何か書き始められた。しかし彼らがしつこく問い続けるので、イエスは身を起こして言われた。あなたたちの中で罪を犯したことのない者が、まずこの女に石を投げなさい。そしてまた身をかがめて地面に立ち続けられた。これを聞いた者は、年長者から始まって一人また一人と立ち去ってしまい、イエス一人と真ん中にいた女が残った。イエスは身を起こして言われた。婦人よ、あの人たちはどこにいるのか。誰もあなたを罪に定めなかったのか。女が、主よ、誰もと言うと、イエスは言われた。私もあなたを罪に定めない。行きなさい。これからはもう罪を犯してはならない。12節から20節。イエスは再び言われた。私は世の光である。私に従う者は暗闇の中を歩かず、命の光を持つ。それでパリサイ派の人々が言った。あなたは自分について証をしている。その証は真実ではない。イエスは答えて言われた。たとえ私が自分について証をするとしても、その証は真実である。自分がどこから来たのか、そしてどこへ行くのか、私は知っているからだ。しかし、あなたたちは、私がどこから来てどこへ行くのか知らない。あなたたちは肉に従って裁くが、
私は誰をも裁かない。しかし、もし私が裁くとすれば、私の裁きは真実である。なぜなら、私は一人ではなく、私をお使わしになった父と共にいるからである。あなたたちの律法には、二人が行う証は真実であると書いてある。私は自分について証をしており、私をお使わしになった父も、私について証をしてくださる。彼らが、あなたの父はどこにいるのかというと、イエスはお答えになった。あなたたちは、私も私の父も知らない。もし私を知っていたら、私の父をも知るはずだ。イエスは、神殿の境内で教えておられたとき、宝物殿の近くで、これらのことを話された。しかし、誰もイエスを捕らえなかった。イエスの時がまだ来ていなかったからである。21節から30節。そこで、イエスはまた言われた。私は去っていく。あなたたちは私を探すだろう。だが、あなたたちは自分の罪のうちに死ぬことになる。私の行くところに、あなたたちは来ることができない。ユダヤ人たちが、私の行くところに、あなたたちは来ることができないと言っているが、自殺でもするつもりなのだろうかと話していると、イエスは彼らに言われた。あなたたちは下の者に属しているが、私は上の者に属している。あなたたちはこの世に属しているが、私はこの世に属していない。だから、あなたたちは自分の罪のうちに死ぬことになると私は言ったのである。私はあるということを信じないならば、あなたたちは自分の罪のうちに死ぬことになる。彼らが、あなたは一体どなたですかと言うと、イエスは言われた。それは初めから話しているではないか。あなたたちについては、言うべきこと、裁くべきことがたくさんある。しかし、私をお使わしになった方は真実であり、私はその方から聞いたことを世に向かって話している。彼らは、イエスが御父について話しておられることを悟らなかった。そこでイエスは言われた。あなたたちは、人の子をあげた時に初めて、私はあるということ。また、私が自分勝手には何もせず、ただ父に教えられた通りに話していることがわかるだろう。私をお使わしになった方は、私と共にいてくださる。私を一人にしては置かれない。私はいつもこの方の御心にかなうことを行うからである。これらのことを語られたとき、多くの人々がイエスを信じた。31節から38節。イエスはご自分を信じたユダヤ人たちに言われた。私の言葉にとどまるならば、あなたたちは本当に私の弟子である。あなたたちは真理を知り、真理はあなたたちを自由にする。すると彼らは言った。私たちはアブラハムの子孫です。今まで誰かの奴隷になったことはありません。あなたたちは自由になるとどうして言われるのですか？イエスはお答えになった。はっきり言っておく。罪を犯す者は誰でも罪の奴隷である。奴隷は家にいつまでもいるわけにはいかないが、子はいつまでもいる。だから、もし子があなたたちを自由にすれば、あなたたちは本当に自由になる。あなたたちがアブラハムの子孫だということはわかっている。だが、あなたたちは私を殺そうとしている。私の言葉を受け入れないからである。
私は父のもとで見たことを話している。ところがあなたたちは父から聞いたことを行っている。39節から47節。彼らが答えて、私たちの父はアブラハムですと言うと、イエスは言われた。アブラハムの子ならアブラハムと同じ技をするはずだ。ところが今あなたたちは神から聞いた真理をあなたたちに語っているこの私を殺そうとしている。アブラハムはそんなことはしなかった。あなたたちは自分の父と同じ技をしている。そこで彼らが、私たちは姦淫によって生まれたのではありません。私たちにはただ一人の父がいます。それは神です、と言うと、イエスは言われた。神があなたたちの父であれば、あなたたちは私を愛するはずである。なぜなら私は神のもとから来てここにいるからです。私は自分勝手に来たのではなく、神が私をお使わしになったのである。私の言っていることがなぜわからないのか。それは私の言葉を聞くことができないからだ。あなたたちは悪魔である父から出たものであって、その父の欲望を満たしたいと思っている。悪魔は最初から人殺しであって、真理をよりどころとしていない。彼のうちには真理がないからだ。悪魔が偽りを言うときはその本性から言っている。自分が偽り者であり、その父だからである。しかし私が真理を語るから、あなたたちは私を信じない。あなたたちのうち一体誰が私に罪があると責めることができるのか。私は真理を語っているのに、なぜ私を信じないのか。神に属する者は神の言葉を聞く。あなたたちが聞かないのは神に属していないからである。48節から59節。ユダヤ人たちが、あなたはサマリア人で悪霊に取り憑かれていると我々が言うのも当然ではないかと言い返すと、イエスはお答えになった。私は悪霊に取り憑かれてはいない。私は父を重んじているのに、あなたたちは私を重んじない。私は自分の栄光は求めていない。私の栄光を求め裁きをなさる方が他におられる。はっきり言っておく、私の言葉を守るなら、その人は決して死ぬことがない。ユダヤ人たちは言った。あなたが悪霊に取り憑かれていることが今はっきりした。アブラハムは死んだし、預言者たちも死んだ。ところがあなたは、私の言葉を守るなら、その人は決して死を味わうことがないという。私たちの父アブラハムよりもあなたは偉大なのか。彼は死んだではないか。預言者たちも死んだ。一体あなたは自分を何者だと思っているのか。イエスはお答えになった。私が自分自身のために栄光を求めようとしているのであれば、私の栄光は虚しい。私に栄光を与えてくださるのは私の父であって、あなたたちはこの方について我々の神だと言っている。あなたたちはその方を知らないが、私は知っている。私がその方を知らないといえば、あなたたちと同じく私も偽り者になる。しかし私はその方を知っており、その言葉を守っている。あなたたちの父アブラハムは私の日を見るのを楽しみにしていた。そしてそれを見て喜んだのである。ユダヤ人たちが、あなたはまだ50歳にもならないのにアブラハムを見たのかと言うと、イエスは言われた。はっきり言っておく、アブラハムが生まれる前から私はある。するとユダヤ人たちは石を取り上げ、
イエスに投げつけようとした。しかしイエスは身を隠して神殿の境内から出て行かれた。第9章1節から12節。さてイエスは通りすがりに生まれつき目の見えない人を見かけられた。弟子たちがイエスに尋ねた。ラビ、この人が生まれつき目が見えないのは誰が罪を犯したからですか？本人ですか？それとも両親ですか？イエスはお答えになった。本人が罪を犯したからでも両親が罪を犯したからでもない。神の技がこの人に現れるためである。私たちは私をお使わしになった方の技をまだ日のあるうちに行わねばならない。誰も働くことのできない夜が来る。私は世にいる間世の光である。こう言ってからイエスは地面に唾をし、唾で土をこねてその人の目にお塗りになった。そしてシロアム、使わされたものという意味の池に行って洗いなさいと言われた。そこで彼は行って洗い、目が見えるようになって帰ってきた。近所の人々や彼が物乞いであったのを前に見ていた人々が、これは座って物乞いをしていた人ではないかと言った。その人だという者もいれば、いや違う、似ているだけだという者もいた。本人は私がそうなのですと言った。そこで人々が、ではお前の目はどのようにして開いたのかというと、彼は答えた。イエスという方が土をこねて私の目に塗り、シロアムに行って洗いなさいと言われました。そこで行って洗ったら見えるようになったのです。人々がその人はどこにいるのかというと、彼は知りませんと言った。13節から34節。人々は前に盲人であった人をパリサイ派の人々のところへ連れて行った。イエスが土をこねてその目を開けられたのは安息日のことであった。そこでパリサイ派の人々もどうして見えるようになったのかと尋ねた。彼は言った。あの方が私の目にこねた土を塗りました。そして私が洗うと見えるようになったのです。パリサイ派の人々の中には、その人は安息日を守らないから神のもとから来たものではないという者もいれば、どうして罪のある人間がこんな印を行うことができるだろうかという者もいた。こうして彼らの間で意見が分かれた。そこで人々は盲人であった人に再び言った。目を開けてくれたということだが、一体お前はあの人をどう思うのか。彼は、あの方は預言者ですと言った。それでもユダヤ人たちはこの人について、盲人であったのに目が見えるようになったということを信じなかった。ついに目が見えるようになった人の両親を呼び出して尋ねた。この者はあなたたちの息子で生まれつき目が見えなかったというのか。それがどうして今は目が見えるのか。両親は答えて言った。これが私どもの息子で生まれつき目が見えなかったことは知っています。しかしどうして今目が見えるようになったかは分かりません。誰が目を開けてくれたのかも私どもは分かりません。本人にお聞きください。もう大人ですから自分のことは自分で話すでしょう。両親がこう言ったのはユダヤ人たちを恐れていたからである。ユダヤ人たちはすでにイエスをメシアであると公に言い表す者がいれば街道から追放すると決めていたのである。両親がもう大人ですから
本人にお聞きくださいと言ったのはそのためである。さてユダヤ人たちは盲人であった人をもう一度呼び出していった。神の前で正直に答えなさい。私たちはあの者が罪ある人間だと知っているのだ。彼は答えた。あの方が罪人かどうか私には分かりません。ただ一つ知っているのは、目の見えなかった私が今は見えるということです。すると彼らは言った。あの者はお前にどんなことをしたのか、お前の目をどうやって開けたのか。彼は答えた。もうお話ししたのに聞いてくださいませんでした。なぜまた聞こうとなさるのですか。あなた方もあの方の弟子になりたいのですか。そこで彼らは罵って言った。お前はあの者の弟子だが、我々はモーセの弟子だ。我々は神がモーセに語られたことは知っているが、あの者がどこから来たのかは知らない。彼は答えて言った。あの方がどこから来られたか、あなた方がご存じないとは実に不思議です。あの方は私の目を開けてくださったのに。神は罪人の言うことはお聞きにならないと私たちは承知しています。しかし神を崇め、その御心を行う人の言うことはお聞きになります。生まれつき目が見えなかった者の目を開けた人がいるということなど、これまで一度も聞いたことがありません。あの方が神のもとから来られたのでなければ、何もおできにならなかったはずです。彼らは、お前は全く罪の中に生まれたのに、我々に教えようというのか、と言い返し、彼を外に追い出した。35節から41節。イエスは、彼が外に追い出されたことをお聞きになった。そして彼に出会うと、あなたは人の子を信じるかと言われた。彼は答えて言った。主よ、その方はどんな人ですか？その方を信じたいのですが。イエスは言われた。あなたはもうその人を見ている。あなたと話しているのがその人だ。彼が、主よ、信じますと言ってひざまずくと、イエスは言われた。私がこの世に来たのは裁くためである。こうして見えないものは見えるようになり、見えるものは見えないようになる。イエスと一緒に居合わせたパリサイ派の人々はこれらのことを聞いて、我々も見えないということかと言った。イエスは言われた。見えなかったのであれば罪はなかったであろう。しかし今見えるとあなたたちは言っている。だから、あなたたちの罪は残る。第十章、一節から六節。はっきり言っておく。羊の囲いに入るのに、門を通らないで他のところを乗り越えてくる者は、盗人であり、強盗である。門から入る者が羊飼いである。門番は、羊飼いには門を開き、羊はその声を聞き分ける。羊飼いは自分の羊の名を呼んで連れ出す。自分の羊をすべて連れ出すと、先頭に立っていく。羊はその声を知っているので、ついていく。しかし、他の者には決してついていかず、逃げ去る。他の者たちの声を知らないからである。イエスは、この例えをパリサイ派の人々に話されたが、彼らはその話が何のことかわからなかった。7節から21節。イエスはまた言われた。はっきり言っておく。私は羊の門である。私より前に来た者は皆、盗人であり、強盗である。しかし、羊は彼らの言うことを聞かなかった。
私は門である。私を通って入る者は救われる。その人は門を出入りして牧草を見つける。盗人が来るのは、盗んだりほふったり滅ぼしたりするために他ならない。私が来たのは、羊が命を受けるため、しかも豊かに受けるためである。私は良い羊飼いである。良い羊飼いは羊のために命を捨てる。羊飼いでなく自分の羊を持たない雇い人は、狼が来るのを見ると羊を置き去りにして逃げる。狼が羊を奪い、また追い散らす。彼は雇い人で、羊のことを心にかけていないからである。私は良い羊飼いである。私は自分の羊を知っており、羊も私を知っている。それは、父が私を知っておられ、私が父を知っているのと同じである。私は羊のために命を捨てる。私にはこの囲いに入っていない他の羊もいる。その羊をも導かなければならない。その羊も私の声を聞き分ける。こうして羊は一人の羊飼いに導かれ、一つの群れになる。私は命を再び受けるために捨てる。それゆえ父は私を愛してくださる。誰も私から命を奪い取ることはできない。私は自分でそれを捨てる。私は命を捨てることもでき、それを再び受けることもできる。これは私が父から受けた掟である。この話をめぐって、ユダヤ人たちの間にまた対立が生じた。多くのユダヤ人は言った。彼は悪霊に取り憑かれて気が変になっている。なぜあなたたちは彼の言うことに耳を貸すのか。他の者たちは言った。悪霊に取り憑かれた者はこういうことは言えない。悪霊に盲人の目が開けられようか。22節から42節。その頃、エルサレムで神殿奉献記念祭が行われた。冬であった。イエスは神殿の境内でソロモンの回廊を歩いておられた。するとユダヤ人たちがイエスを取り囲んでいった。いつまで私たちに気をもませるのか。もしメシアならはっきりそう言いなさい。イエスは答えられた。私は言ったが、あなたたちは信じない。私が父の名によって行う技が、私について証しをしている。しかし、あなたたちは信じない。私の羊ではないからである。私の羊は、私の声を聞き分ける。私は彼らを知っており、彼らは私に従う。私は彼らに永遠の命を与える。彼らは決して滅びず、誰も彼らを私の手から奪うことはできない。私の父が私にくださったものは、すべてのものより偉大であり、誰も父の手から奪うことはできない。私と父とは一つである。ユダヤ人たちはイエスを石で打ち殺そうとして、また石を取り上げた。するとイエスは言われた。私は父が与えてくださった多くの良い技をあなたたちに示した。その中のどの技のために石で打ち殺そうとするのか。ユダヤ人たちは答えた。良い技のことで石で打ち殺すのではない。神を冒涜したからだ。あなたは人間なのに自分を神としているからだ。そこでイエスは言われた。あなたたちの律法に
私は言う、あなたたちは神々であると書いてあるではないか。神の言葉を受けた人たちが神々と言われている。そして聖書が廃れることはありえない。それなら父から聖なるものとされて世に使わされた私が、私は神の子であると言ったからとて、どうして神を冒涜しているというのか。もし私が父の技を行っていないのであれば、私を信じなくてもよい。しかし行っているのであれば、私を信じなくてもその技を信じなさい。そうすれば父が私のうちにおられ、私が父のうちにいることをあなたたちは知り、また悟るだろう。そこでユダヤ人たちはまたイエスを捕らえようとしたが、イエスは彼らの手を逃れて去っていかれた。イエスは再びヨルダンの向こう側、ヨハネが最初にバプテスマを授けていたところに行って、そこに滞在された。多くの人がイエスのもとに来ていった。ヨハネは何の印も行わなかったが、彼がこの方について話したことは全て本当だった。そこでは多くの人がイエスを信じた。第11章1節から16節。ある病人がいた。マリアとその姉妹マルタの村ベタニアの出身で、ラザロと言った。このマリアは主に香油を塗り、髪の毛で主の足を拭った女である。その兄弟ラザロが病気であった。姉妹たちはイエスのもとに人をやって、主よ、あなたの愛しておられる者が病気なのですと言わせた。イエスはそれを聞いて言われた。この病気は死で終わるものではない。神の栄光のためである。神の子がそれによって栄光を受けるのである。イエスはマルタとその姉妹とラザロを愛しておられた。ラザロが病気だと聞いてからも、なお2日間同じところに滞在された。それから弟子たちに言われた。もう一度ユダヤに行こう。弟子たちは言った。ラビ、ユダヤ人たちがついこの間もあなたを石で打ち殺そうとしたのに、またそこへ行かれるのですか。イエスはお答えになった。昼間は12時間あるではないか。昼のうちに歩けばつまずくことはない。この世の光を見ているからだ。しかし夜歩けばつまずく。その人のうちに光がないからである。こうお話になり、またその後で言われた。私たちの友ラザロが眠っている。しかし私は彼を起こしに行く。弟子たちは、主よ、眠っているのであれば助かるでしょうと言った。イエスはラザロの死について話されたのだが、弟子たちはただ眠りについて話されたものと思ったのである。そこでイエスははっきりと言われた。ラザロは死んだのだ。私がその場に居合わせなかったのはあなた方にとってよかった。あなた方が信じるようになるためである。さあ彼のところへ行こう。するとディディモと呼ばれるトマスが仲間の弟子たちに、私たちも行って一緒に死のうではないかと言った。17節から27節。さてイエスが行ってご覧になると、ラザロは墓に葬られてすでに4日も経っていた。ベタニアはエルサレムに近く、15スタディオンほどのところにあった。マルタとマリアのところには多くのユダヤ人が兄弟ラザロのことで慰めに来ていた。マルタはイエスが来られたと聞いて迎えに行ったが、マリアは家の中に座っていた。マルタはイエスに言った。
主よ、もしここにいてくださいましたら、私の兄弟は死ななかったでしょうに。しかし、あなたが神にお願いになることは、何でも神は叶えてくださると、私は今でも承知しています。イエスが、あなたの兄弟は復活すると言われると、マルタは、終わりの日の復活の時に復活することは存じておりますと言った。イエスは言われた。私は復活であり、命である。私を信じる者は死んでも生きる。生きていて私を信じる者は誰も決して死ぬことはない。このことを信じるか。マルタは言った。はい、主よ。あなたが世に来られるはずの神の子、メシアであると私は信じております。28節から37節。マルタはこう言ってから、家に帰って姉妹のマリアを呼び、先生がいらしてあなたをお呼びですと耳打ちした。マリアはこれを聞くと、すぐに立ち上がり、イエスのもとに行った。イエスはまだ村には入らず、マルタが出迎えた場所におられた。家の中でマリアと一緒にいて、慰めていたユダヤ人たちは、彼女が急に立ち上がって出て行くのを見て、墓に泣きに行くのだろうと思い、後を追った。マリアはイエスのおられるところに来て、イエスを見るなり、足元にひれ伏し、主よ、もしここにいてくださいましたら、私の兄弟は死ななかったでしょうにと言った。イエスは彼女が泣き、一緒に来たユダヤ人たちも泣いているのを見て、心に憤りを覚え、興奮して言われた。どこに葬ったのか。彼らは、主よ、来てご覧くださいと言った。イエスは涙を流された。ユダヤ人たちは、ご覧なさい。どんなにラザロを愛しておられたことか、と言った。しかし中には、盲人の目を開けたこの人も、ラザロが死なないようにはできなかったのか、という者もいた。38節から44節。イエスは、再び心に憤りを覚えて、墓に来られた。墓は洞穴で、石で塞がれていた。イエスが、その石を取り除けなさいと言われると、死んだラザロの姉妹マルタが、主よ、四日も経っていますから、もう匂いますと言った。イエスは、もし信じるなら、神の栄光が見られると言っておいたではないか、と言われた。人々が石を取り除けると、イエスは天を仰いで言われた。父よ、私の願いを聞き入れてくださって感謝します。私の願いをいつも聞いてくださることを私は知っています。しかし、私がこう言うのは、周りにいる群衆のためです。あなたが私をお使わしになったことを、彼らに信じさせるためです。こう言ってから、ラザロ、出てきなさいと大声で叫ばれた。すると、死んでいた人が手と足を布で巻かれたまま出てきた。顔は覆いで包まれていた。イエスは人々に、ほどいてやって行かせなさいと言われた。45節から57節。マリアのところに来て、イエスのなさったことを目撃したユダヤ人の多くは、イエスを信じた。しかし、中にはパリサイ派の人々のもとへ行き、イエスのなさったことを告げる者もいた。そこで、祭司長たちとパリサイ派の人々は、最高法院を召集していった。この男は、多くの印を行っているが、どうすればよいか。このままにしておけば、皆が彼を信じるようになる。そして、ローマ人が来て、我々の神殿も国民も滅ぼしてしまうだろう。彼らの中の一人で、その年の大祭司であったカイアファが言った。
あなた方は何も分かっていない。一人の人間が民の代わりに死に、国民全体が滅びないで済む方が、あなた方に好都合だとは考えないのか。これは、カイアファが自分の考えから話したのではない。その年の大祭司であったので、予言して、イエスが国民のために死ぬと言ったのである。国民のためばかりでなく、散らされている神の子たちを一つに集めるためにも死ぬと言ったのである。この日から、彼らはイエスを殺そうと企んだ。それで、イエスはもはや公然とユダヤ人たちの間を歩くことはなく、そこを去り、荒野に近い地方のエフライムという町に行き、弟子たちとそこに滞在された。さて、ユダヤ人の杉越祭が近づいた。多くの人が身を清めるために、杉越祭の前に地方からエルサレムへ登った。彼らはイエスを探し、神殿の境内で互いに言った。どう思うか。あの人はこの祭りには来ないのだろうか。祭司長たちとファリサイ派の人々は、イエスの居所が分かれば届け出よと命令を出していた。イエスを逮捕するためである。第十二章、一節から八節。杉越祭の6日前に、イエスはベタニアに行かれた。そこには、イエスが死者の中から蘇らせたラザロがいた。イエスのためにそこで夕食が用意され、マルタは給仕をしていた。ラザロは、イエスと共に食事の席に着いた人々の中にいた。その時マリアが、純粋で非常に高価なナルドの香油を1リトラ持ってきて、イエスの足に塗り、自分の髪でその足を拭った。家は香油の香りでいっぱいになった。弟子の一人で、後にイエスを裏切るイスカリオテのユダが言った。なぜこの香油を300デナリオンで売って、貧しい人々に施さなかったのか。彼がこう言ったのは、貧しい人々のことを心にかけていたからではない。彼は盗人であって、金入れを預かっていながら、その中身をごまかしていたからである。イエスは言われた。この人のするままにさせておきなさい。私の葬りの日のために、それを取っておいたのだから。貧しい人々はいつもあなた方と一緒にいるが、私はいつも一緒にいるわけではない。9節から11節。イエスがそこにおられるのを知って、ユダヤ人の大群衆がやってきた。それはイエスだけが目当てではなく、イエスが死者の中から蘇らせたラザロを見るためでもあった。祭司長たちはラザロをも殺そうと図った。多くのユダヤ人が、ラザロのことで離れていって、イエスを信じるようになったからである。12節から19節。その翌日、祭りに来ていた大勢の群衆は、イエスがエルサレムに来られると聞き、夏目ヤシの枝を持って迎えに出た。そして叫び続けた。ホサナ、主の名によって来られる方に祝福があるように、イスラエルの王に。イエスはロバの子を見つけてお乗りになった。次のように書いてある通りである。シオンの娘よ、恐れるな。見よ、お前の王がおいでになる、ロバの子に乗って。弟子たちは最初これらのことがわからなかったが、イエスが栄光を受けられた時、それがイエスについて書かれたものであり、人々がその通りにイエスにしたということを思い出した。イエスがラザロを墓から呼び出して、死者の中から蘇らせたとき一緒にいた群衆は、その証をしていた。群衆がイエスを出迎えたのも、
イエスがこのような印をなさったと聞いていたからである。そこでパリサイ派の人々は互いに言った。見よ、何をしても無駄だ。夜を挙げてあの男について行ったではないか。20節から26節。さて、祭りの時礼拝するためにエルサレムに登ってきた人々の中に何人かのギリシャ人がいた。彼らはガリラヤのベトサイダ出身のフィリポのもとへ来て、お願いです、イエスにお目にかかりたいのですと頼んだ。フィリポは行ってアンデレに話し、アンデレとフィリポは行ってイエスに話した。イエスはこうお答えになった。人の子が栄光を受ける時が来た。はっきり言っておく、一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままである。だが死ねば多くの実を結ぶ。自分の命を愛する者はそれを失うが、この世で自分の命を憎む人はそれを保って永遠の命に至る。私に仕えようとする者は私に従え、そうすれば私のいるところに私に仕える者もいることになる。私に仕える者がいれば父はその人を大切にしてくださる。27節から36節。今私は心騒ぎ、何と言おうか。父よ、私をこの時から救ってくださいと言おうか。しかし私はまさにこの時のために来たのだ。父よ、皆の栄光を表してください。すると天から声が聞こえた。私はすでに栄光を表した。再び栄光を表そう。そばにいた群衆はこれを聞いて雷が鳴ったと言い、他の者たちは天使がこの人に話しかけたのだと言った。イエスは答えて言われた。この声が聞こえたのは私のためではなく、あなた方のためだ。今こそこの世が裁かれる時、今この世の支配者が追放される。私は地上から上げられる時、すべての人を自分のもとへ引き寄せよう。イエスはご自分がどのような死を遂げるかを示そうとしてこう言われたのである。すると群衆は言葉を返した。私たちは律法によってメシアは永遠にいつもおられると聞いていました。それなのに人の子は挙げられなければならないとどうして言われるのですか。その人のことは誰のことですか。イエスは言われた。光は今しばらくあなた方の間にある。暗闇に追いつかれないように光のあるうちに歩きなさい。暗闇の中を歩く者は自分がどこへ行くのかわからない。光の異なるために光のあるうちに光を信じなさい。36節から43節。イエスはこれらのことを話してから立ち去って彼らから身を隠された。このように多くの印を彼らの目の前で行われたが、彼らはイエスを信じなかった。預言者イザヤの言葉が実現するためであった。彼はこう言っている。主よ、誰が私たちの知らせを信じましたか。主の御腕は誰に示されましたか。彼らが信じることができなかった理由をイザヤはまた次のように言っている。神は彼らの目を見えなくし、その心を頑なにされた。こうして彼らは目で見ることなく、心で悟らず立ち返らない。私は彼らを癒さない。イザヤはイエスの栄光を見たのでこのように言い、イエスについて語ったのである。とはいえ議員の中にもイエスを信じる者は多かった。ただ街道から追放されるのを恐れ、パリサイ派の人々をはばかって公に言い表さなかった。
彼らは神からの誉れよりも人間からの誉れの方を好んだのである。44節から50節。イエスは叫んでこう言われた。私を信じる者は私を信じるのではなくて、私を使わされた方を信じるのである。私を見る者は私を使わされた方を見るのである。私を信じる者が誰も暗闇の中にとどまることのないように、私は光として世に来た。私の言葉を聞いてそれを守らない者がいても、私はその者を裁かない。私は世を裁くためではなく、世を救うために来たからである。私を拒み、私の言葉を受け入れない者に対しては裁くものがある。私の語った言葉が終わりの日にその者を裁く。なぜなら私は自分勝手に語ったのではなく、私をお使わしになった父が私の言うべきこと、語るべきことをお命じになったからである。父の命令は永遠の命であることを私は知っている。だから私が語ることは父が私に命じられたままに語っているのである。第13章1節から20節。さて、杉越祭の前のことである。イエスはこの世から父のもとへ移るご自分の時が来たことを悟り、世にいる弟子たちを愛してこの上なく愛し抜かれた。夕食の時であった。すでに悪魔はイスカリオテのシモンの子ユダにイエスを裏切る考えを抱かせていた。イエスは父がすべてをご自分の手に委ねられたこと、またご自分が神のもとから来て神のもとに帰ろうとしていることを悟り、食事の席から立ち上がって上着を脱ぎ、手拭いを取って腰にまとわれた。それからたらいに水を汲んで弟子たちの足を洗い、腰にまとった手拭いで拭き始められた。シモン・ペトロのところに来ると、ペトロは、主よ、あなたが私の足を洗ってくださるのですかと言った。イエスは答えて、私のしていることは今あなたにはわかるまいが、後でわかるようになると言われた。ペトロが、私の足など決して洗わないでくださいと言うと、イエスは、もし私があなたを洗わないなら、あなたは私と何の関わりもないことになると答えられた。そこでシモン・ペトロが言った。主よ、足だけでなく手も頭も。イエスは言われた。すでに体を洗った者は全身清いのだから、足だけ洗えばよい。あなた方は清いのだが、皆が清いわけではない。イエスはご自分を裏切ろうとしている者が誰であるかを知っておられた。それで皆が清いわけではないと言われたのである。さて、イエスは弟子たちの足を洗ってしまうと、上着を着て再び席について言われた。私があなた方にしたことがわかるか。あなた方は私を先生とか主とか呼ぶ。そのように言うのは正しい。私はそうである。ところで、主であり師である私があなた方の足を洗ったのだから、あなた方も互いに足を洗い合わなければならない。私があなた方にした通りにあなた方もするようにと模範を示したのである。はっきり言っておく、しもべは主人に勝らず、使わされた者は使わした者に勝りはしない。このことが分かり、その通りに実行するなら幸いである。私はあなた方皆についてこう言っているのではない。
私はどのような人々を選び出したか分かっている。しかし私のパンを食べている者が私に逆らったという聖書の言葉は実現しなければならない。ことの起こる前に今言っておく。ことが起こった時、私はあるということをあなた方が信じるようになるためである。はっきり言っておく。私の遣わすものを受け入れる人は私を受け入れ、私を受け入れる人は私をお遣わしになった方を受け入れるのである。21節から30節。イエスはこう話し終えると心を騒がせ断言された。はっきり言っておく。あなた方のうちの一人が私を裏切ろうとしている。弟子たちは誰について言っておられるのか察しかねて顔を見合わせた。イエスのすぐ隣には弟子たちの一人でイエスの愛しておられた者が食事の席についていた。シモン・ペトロはこの弟子に誰について言っておられるのかと尋ねるように合図した。その弟子がイエスの胸元に寄りかかったまま、主よ、それは誰のことですかと言うと、イエスは、私がパン切れを浸して与えるのがその人だと答えられた。それからパン切れを浸して取り、イスカリオテのシモンの子ユダにお与えになった。ユダがパン切れを受け取ると、サタンが彼の中に入った。そこでイエスは、しようとしていることを今すぐしなさいと彼に言われた。座についていた者は誰もなぜユダにこう言われたのかわからなかった。ある者はユダが金入れを預かっていたので祭りに必要なものを買いなさいとか、貧しい人に何か施すようにとイエスが言われたのだと思っていた。ユダはパン切れを受け取るとすぐ出て行った。夜であった。31節から35節。さてユダが出て行くとイエスは言われた。今や人の子は栄光を受けた。神も人の子によって栄光をお受けになった。神が人の子によって栄光をお受けになったのであれば、神もご自身によって人の子に栄光をお与えになる。しかもすぐにお与えになる。子たちよ、今しばらく私はあなた方と共にいる。あなた方は私を探すだろう。私が行くところにあなたたちは来ることができないとユダヤ人たちに言ったように、今あなた方にも同じことを言っておく。あなた方に新しい掟を与える。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい。互いに愛し合うならば、それによってあなた方が私の弟子であることを皆が知るようになる。36節から38節。シモン・ペトロがイエスに言った。主よ、どこへ行かれるのですか。イエスが答えられた。私の行くところにあなたは今ついてくることはできないが、後でついてくることになる。ペトロは言った。主よ、なぜ今ついていけないのですか。あなたのためなら命を捨てます。イエスは答えられた。私のために命を捨てるというのか。はっきり言っておく。鶏が鳴くまでにあなたは三度私のことを知らないというだろう。第14章1節から14節。
心を騒がせるな。神を信じなさい。そして私をも信じなさい。私の父の家には住むところがたくさんある。もしなければあなた方のために場所を用意しに行くと言ったであろうか。行ってあなた方のために場所を用意したら戻ってきてあなた方を私のもとに迎える。こうして私のいるところにあなた方もいることになる。私がどこへ行くのか、その道をあなた方は知っている。トマスが言った。主よ、どこへ行かれるのか私たちには分かりません。どうしてその道を知ることができるでしょうか。イエスは言われた。私は道であり、真理であり、命である。私を通らなければ誰も父のもとに行くことができない。あなた方が私を知っているなら私の父をも知ることになる。今からあなた方は父を知る。いや、すでに父を見ている。フィリポが、主よ、私たちに御父をお示しください、そうすれば満足できます、と言うと、イエスは言われた。フィリポ、こんなに長い間一緒にいるのに私が分かっていないのか。私を見た者は父を見たのだ。なぜ私たちに御父をお示しくださいというのか。私が父のうちにおり、父が私のうちにおられることを信じないのか。私があなた方に言う言葉は自分から話しているのではない。私のうちにおられる父がその技を行っておられるのである。私が父のうちにおり、父が私のうちにおられると私が言うのを信じなさい。もしそれを信じないなら、技そのものによって信じなさい。はっきり言っておく。私を信じる者は私が行う技を行い、またもっと大きな技を行うようになる。私が父のもとへ行くからである。私の名によって願うことは何でも叶えてあげよう。こうして父は子によって栄光をお受けになる。私の名によって何かを願うならば私が叶えてあげよう。15節から31節。あなた方は私を愛しているならば私の掟を守る。私は父にお願いしよう。父は別の弁護者を使わして永遠にあなた方と一緒にいるようにしてくださる。この方は真理の霊である。世はこの霊を見ようとも知ろうともしないので受け入れることができない。しかしあなた方はこの霊を知っている。この霊があなた方と共におり、これからもあなた方のうちにいるからである。私はあなた方をみなしごにはしておかない。あなた方のところに戻ってくる。しばらくすると世はもう私を見なくなるが、あなた方は私を見る。私が生きているのであなた方も生きることになる。かの日には私が父のうちにおり、あなた方が私のうちにおり、私もあなた方のうちにいることがあなた方にわかる。私の掟を受け入れ、それを守る人は私を愛するものである。私を愛する人は私の父に愛される。私もその人を愛して、その人に私自身を表す。イスカリオテでない方のユダが、主よ、私たちにはご自分を表そうとなさるのに世にはそうなさらないのはなぜでしょうか、と言った。イエスはこう答えて言われた。私を愛する人は私の言葉を守る。私の父はその人を愛され、父と私とはその人のところに行き一緒に住む。私を愛さない者は私の言葉を守らない。あなた方が聞いている言葉は私のものではなく
私をお使わしになった父のものである。私はあなた方といた時にこれらのことを話した。しかし弁護者、すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊があなた方にすべてのことを教え、私が話したことをことごとく思い起こさせてください。私は平和をあなた方に残し、私の平和を与える。私はこれを世が与えるように与えるのではない。心を騒がせるな、怯えるな。私は去って行くが、またあなた方のところへ戻ってくると言ったのをあなた方は聞いた。私を愛しているなら、私が父のもとに行くのを喜んでくれるはずだ。父は私よりも偉大な方だからである。ことが起こった時にあなた方が信じるようにと、今そのことの起こる前に話しておく。もはやあなた方と多くを語る前に、世の支配者が来るからである。だが彼は私をどうすることもできない。私が父を愛し、父がお命じになった通りに行っていることを世は知るべきである。さあ、はて、ここから出かけよう。第15章1節から17節。私は誠のブドウの木、私の父は農夫である。私につながっていながら実を結ばない枝は皆父が取り除かれる。しかし実を結ぶ者は皆いよいよ豊かに実を結ぶように手入れをなさる。私の話した言葉によってあなた方はすでに清くなっている。私につながっていなさい。私もあなた方につながっている。ブドウの枝が木につながっていなければ自分では実を結ぶことができないように、あなた方も私につながっていなければ実を結ぶことができない。私はブドウの木、あなた方はその枝である。人が私につながっており、私もその人につながっていれば、その人は豊かに実を結ぶ。私を離れてはあなた方は何もできないからである。私につながっていない人がいれば、枝のように外に投げ捨てられて枯れる。そして集められ火に投げ入れられて焼かれてしまう。あなた方が私につながっており、私の言葉があなた方のうちにいつもあるならば、望むものを何でも願いなさい。そうすれば叶えられる。あなた方が豊かに実を結び私の弟子となるなら、それによって私の父は栄光をお受けになる。父が私を愛されたように私もあなた方を愛してきた。私の愛にとどまりなさい。私が父の掟を守り、その愛にとどまっているように、あなた方も私の掟を守るなら、私の愛にとどまっていることになる。これらのことを話したのは、私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方の喜びが満たされるためである。私があなた方を愛したように互いに愛し合いなさい。これが私の掟である。友のために自分の命を捨てること、これ以上に大きな愛はない。私の命じることを行うならば、あなた方は私の友である。もはや私はあなた方をしもべとは呼ばない。しもべは主人が何をしているか知らないからである。私はあなた方を友と呼ぶ。父から聞いたことをすべてあなた方に知らせたからである。あなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選んだ。あなた方が出かけて行って実を結び、その実が残るようにと、また私の名によって父に願う者は何でも与えられるようにと、
私があなた方を任命したのである。互いに愛し合いなさい。これが私の命令である。18節から27節。世があなた方を憎むなら、あなた方を憎む前に私を憎んでいたことを覚えなさい。あなた方が世に属していたなら、世はあなた方を身内として愛したはずである。だがあなた方は世に属していない。私があなた方を世から選び出した。だから世はあなた方を憎むのである。しもべは主人に勝りはしないと私が言った言葉を思い出しなさい。人々が私を迫害したのであれば、あなた方をも迫害するだろう。私の言葉を守ったのであれば、あなた方の言葉をも守るだろう。しかし人々は私の名のゆえにこれらのことを皆あなた方にするようになる。私をお使わしになった方を知らないからである。私が来て彼らに話さなかったなら、彼らに罪はなかったであろう。だが今は彼らは自分の罪について弁解の余地がない。私を憎む者は私の父をも憎んでいる。誰も行ったことのない技を私が彼らの間で行わなかったなら、彼らに罪はなかったであろう。だが今はその技を見た上で私と私の父を憎んでいる。しかしそれは人々は理由もなく私を憎んだと彼らの律法に書いてある言葉が実現するためである。私が父のもとからあなた方に使わそうとしている弁護者、すなわち父のもとから出る真理の霊が来ると、その方が私について証しをなさるはずである。あなた方も初めから私と一緒にいたのだから証しをするのである。第16章1節から4節。これらのことを話したのはあなた方をつまずかせないためである。人々はあなた方を街道から追放するだろう。しかもあなた方を殺す者が皆自分は神に奉仕していると考える時が来る。彼らがこういうことをするのは父をも私をも知らないからである。しかしこれらのことを話したのはその時が来た時に私が語ったということをあなた方に思い出させるためである。4節から15節。初めからこれらのことを言わなかったのは私があなた方と一緒にいたからである。今私は私をお使わしになった方のもとに行こうとしているが、あなた方は誰もどこへ行くのかと尋ねない。むしろ私がこれらのことを話したのであなた方の心は悲しみで満たされている。しかし実を言うと、私が去っていくのはあなた方のためになる。私が去っていかなければ弁護者はあなた方のところに来ないからである。私が行けば弁護者をあなた方のところに送る。その方が来れば罪について、義について、また裁きについて世の誤りを明らかにする。罪についてとは彼らが私を信じないこと。義についてとは私が父のもとに行き、あなた方がもはや私を見なくなること。また裁きについてとは、この世の支配者が断罪されることである。言っておきたいことはまだたくさんあるが、今あなた方には理解できない。しかしその方、すなわち真理の霊が来るとあなた方を導いて真理をことごとく悟らせる。その方は自分から語るのではなく、聞いたことを語り、またこれから起こることをあなた方に告げるからである。その方は私に栄光を与える。私のものを受けて
あなた方に告げるからである。父が持っておられるものはすべて私のものである。だから私はその方が私のものを受けてあなた方に告げると言ったのである。16節から24節。しばらくするとあなた方はもう私を見なくなるが、またしばらくすると私を見るようになる。そこで弟子たちのある者は互いに言った。しばらくするとあなた方は私を見なくなるが、またしばらくすると私を見るようになるとか、父のもとに行くとか言っておられるのは何のことだろう。また言った。しばらくするとと言っておられるのは何のことだろう。何を話しておられるのかわからない。イエスは彼らが尋ねたがっているのを知って言われた。しばらくするとあなた方は私を見なくなるが、またしばらくすると私を見るようになると私が言ったことについて論じ合っているのか。はっきり言っておく。あなた方は泣いて悲嘆に暮れるが、世は喜ぶ。あなた方は悲しむが、その悲しみは喜びに変わる。女は子供を産むとき苦しむものだ。自分の時が来たからである。しかし子供が生まれると、一人の人間が世に生まれ出た喜びのために、もはやその苦痛を思い出さない。ところで、今はあなた方も悲しんでいる。しかし私は再びあなた方と会い、あなた方は心から喜ぶことになる。その喜びをあなた方から奪い去る者はいない。その日にはあなた方はもはや私に何も尋ねない。はっきり言っておく。あなた方が私の名によって何かを父に願うならば、父はお与えになる。今まではあなた方は私の名によっては何も願わなかった。願いなさい。そうすれば与えられ、あなた方は喜びで満たされる。25節から33節。私はこれらのことを例えを用いて話してきた。もはや例えによらず、はっきり父について知らせる時が来る。その日にはあなた方は私の名によって願うことになる。私があなた方のために父に願ってあげるとは言わない。父ご自身があなた方を愛しておられるのである。あなた方が私を愛し、私が神のもとから出てきたことを信じたからである。私は父のもとから出て世に来たが、今世を去って父のもとに行く。弟子たちは言った。今ははっきりとお話になり、少しも例えを用いられません。あなたが何でもご存知で、誰もお尋ねする必要のないことが今わかりました。これによってあなたが神のもとから来られたと私たちは信じます。イエスはお答えになった。今ようやく信じるようになったのか。だがあなた方が散らされて自分の家に帰ってしまい、私を一人きりにする時が来る。いや、すでに来ている。しかし私は一人ではない。父が共にいてくださるからだ。これらのことを話したのはあなた方が私によって平和を得るためである。あなた方には世で苦難がある。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝っている。第17章1節から26節。イエスはこれらのことを話してから天を仰いで言われた。父よ、時が来ました。あなたの子があなたの栄光を表すようになるために子に栄光を与えてください。あなたは子にすべての人を支配する権能をお与えになりました。そのために子はあなたから委ねられた人すべてに
永遠の命を与えることができるのです。永遠の命とは、唯一の誠の神であられるあなたと、あなたのお使わしになったイエス・キリストを知ることです。私は行うようにとあなたが与えてくださった技を成し遂げて、地上であなたの栄光を表しました。父よ、今御前で私に栄光を与えてください。世界が作られる前に私が身元で持っていたあの栄光を、世から選び出して私に与えてくださった人々に、私は皆を表しました。彼らはあなたのものでしたが、あなたは私に与えてくださいました。彼らは御言葉を守りました。私に与えてくださったものは皆あなたからのものであることを、今彼らは知っています。なぜなら、私はあなたから受けた言葉を彼らに伝え、彼らはそれを受け入れて、私が身元から出てきたことを本当に知り、あなたが私をお使わしになったことを信じたからです。彼らのためにお願いします。世のためではなく、私に与えてくださった人々のためにお願いします。彼らはあなたのものだからです。私のものはすべてあなたのもの、あなたのものは私のものです。私は彼らによって栄光を受けました。私はもはや世にはいません。彼らは世に残りますが、私は身元に参ります。聖なる父よ、私に与えてくださった皆によって彼らを守ってください。私たちのように彼らも一つとなるためです。私は彼らと一緒にいる間、あなたが与えてくださった皆によって彼らを守りました。私が保護したので、滅びの子の他は誰も滅びませんでした。聖書が実現するためです。しかし今私は身元に参ります。世にいる間にこれらのことを語るのは、私の喜びが彼らのうちに満ち溢れるようになるためです。私は彼らに御言葉を伝えましたが、世は彼らを憎みました。私が世に属していないように、彼らも世に属していないからです。私がお願いするのは、彼らを世から取り去ることではなく、悪いものから守ってくださることです。私が世に属していないように、彼らも世に属していないのです。真理によって彼らを聖なるものとしてください。あなたの御言葉は真理です。私を世にお使わしになったように、私も彼らを世に使わしました。彼らのために私は自分自身を捧げます。彼らも真理によって捧げられたものとなるためです。また彼らのためだけでなく、彼らの言葉によって私を信じる人々のためにもお願いします。父よ、あなたが私のうちにおられ、私があなたのうちにいるように、すべての人を一つにしてください。彼らも私たちのうちにいるようにしてください。そうすれば、世はあなたが私をお使わしになったことを信じるようになります。あなたがくださった栄光を私は彼らに与えました。私たちが一つであるように、彼らも一つになるためです。私が彼らのうちにおり、あなたが私のうちにおられるのは、彼らが完全に一つになるためです。こうしてあなたが私をお使わしになったこと、また私を愛しておられたように、彼らをも愛しておられたことを世が知るようになります。父よ、私に与えてくださった人々を私のいるところに共におらせてください。それは天地創造の前から私を愛して与えてくださった私の栄光を彼らに見せるためです。正しい父よ、世はあなたを知りませんが、私はあなたを知っており、この人々はあなたが私を使わされたことを知っています。私は皆を彼らに知らせました。またこれからも知らせます。私に対するあなたの愛が
彼らのうちにあり、私も彼らのうちにいるようになるためです。第18章1節から11節。こう話し終えると、イエスは弟子たちと一緒にキドロンの谷の向こうへ出て行かれた。そこには園があり、イエスは弟子たちとその中に入られた。イエスを裏切ろうとしていたユダもその場所を知っていた。イエスは弟子たちと共にたびたびここに集まっておられたからである。それでユダは一帯の兵士と祭司長たちやパリサイ派の人々の使わした下役たちを引き連れてそこにやってきた。松明や灯火や武器を手にしていた。イエスはご自分の身に起こることを何もかも知っておられ、進み出て誰を探しているのかと言われた。彼らがナザレのイエスだと答えると、イエスは私であると言われた。イエスを裏切ろうとしていたユダも彼らと一緒にいた。イエスが私であると言われたとき、彼らは後ずさりして地に倒れた。そこでイエスが誰を探しているのかと重ねてお尋ねになると、彼らはナザレのイエスだと言った。するとイエスは言われた。私であると言ったではないか。私を探しているのならこの人々は去らせなさい。それはあなたが与えてくださった人を私は一人も失いませんでしたと言われたイエスの言葉が実現するためであった。シモン・ペトロは剣を持っていたので、それを抜いて大祭司の手下に打ってかかり、その右の耳を切り落とした。手下の名はマルコスであった。イエスはペトロに言われた。剣を鞘に収めなさい。父がお与えになった杯は飲むべきではないか。12節から14節。そこで一帯の兵士と千人隊長およびユダヤ人の下役たちはイエスを捕らえて縛り、まずアンナスのところへ連れて行った。彼がその年の大祭司カイアファの舅だったからである。一人の人間が神の代わりに死ぬ方が好都合だとユダヤ人たちに助言したのはこのカイアファであった。15節から18節。シモン・ペトロともう一人の弟子はイエスに従った。この弟子は大祭司の知り合いだったので、イエスと一緒に大祭司の屋敷の中庭に入ったが、ペトロは門の外に立っていた。大祭司の知り合いであるそのもう一人の弟子は出てきて門番の女に話し、ペトロを中に入れた。門番の女中はペトロに言った。あなたもあの人の弟子の一人ではありませんか。ペトロは違うと言った。しもべや下役たちは寒かったので炭火を起こし、そこに立って火に当たっていた。ペトロも彼らと一緒に立って火に当たっていた。19節から24節。大祭司はイエスに弟子のことや教えについて尋ねた。イエスは答えられた。私は世に向かって公然と話した。私はいつもユダヤ人が皆集まる街道や神殿の境内で教えた。密かに話したことは何もない。なぜ私を尋問するのか。私が何を話したかはそれを聞いた人々に尋ねるがよい。その人々が私の話したことを知っている。イエスがこう言われると、そばにいた下役の一人が大祭司に向かってそんな返事の仕方があるかと言ってイエスを平手で打った。イエスは答えられた。何か悪いことを私が言ったのなら、その悪いところを証明しなさい。正しいことを言ったのなら、なぜ私を打つのか。アンナスはイエスを縛ったまま大祭司カイアファのもとに送った。25節から27節。
シモン・ペトロは立って火に当たっていた。人々が、お前もあの男の弟子の一人ではないのかと言うと、ペトロは打ち消して違うと言った。大祭司のしもべの一人で、ペトロに片方の耳を切り落とされた人の身内の者が言った。園であの男と一緒にいるのを私に見られたではないか。ペトロは再び打ち消した。するとすぐ鶏が鳴いた。28節から38節。人々はイエスをカイアファのところから総督官邸に連れて行った。明け方であった。しかし彼らは自分では官邸に入らなかった。汚れないで杉越の食事をするためである。そこでピラトが彼らのところへ出てきて、どういう罪でこの男を訴えるのかと言った。彼らは答えて、この男が悪いことをしていなかったらあなたに引き渡しはしなかったでしょうと言った。ピラトが、あなたたちが引き取って自分たちの律法に従って裁けと言うと、ユダヤ人たちは、私たちには人を死刑にする権限がありませんと言った。それはご自分がどのような死を遂げるかを示そうとして、イエスの言われた言葉が実現するためであった。そこでピラトはもう一度官邸に入り、イエスを呼び出して、お前がユダヤ人の王なのかと言った。イエスはお答えになった。あなたは自分の考えでそう言うのですか？それとも他の者が私についてあなたにそう言ったのですか？ピラトは言い返した。私はユダヤ人なのか？お前の同胞や祭司長たちがお前を私に引き渡したのだ。一体何をしたのか？イエスはお答えになった。私の国はこの世には属していない。もし私の国がこの世に属していれば、私がユダヤ人に引き渡されないように部下が戦ったことだろう。しかし実際、私の国はこの世には属していない。そこでピラトが、それではやはり王なのかと言うと、イエスはお答えになった。私が王だとはあなたが言っていることです。私は真理について証しをするために生まれ、そのためにこの世に来た。真理に属する人は皆私の声を聞く。ピラトは言った。真理とは何か。38節から40節。ピラトはこう言ってからもう一度ユダヤ人たちの前に出てきて言った。私はあの男に何の罪も見出せない。ところで杉越祭には誰か一人をあなたたちに釈放するのが慣例になっている。あのユダヤ人の王を釈放してほしいか。すると彼らは、その男ではないバラバをと大声で言い返した。バラバは強盗であった。第19章1節から16節。そこでピラトはイエスを捕らえ、鞭で打たせた。兵士たちは茨で冠を編んでイエスの頭に乗せ、紫の服をまとわせ、そばにやってきては、ユダヤ人の王万歳と言って平手で打った。ピラトはまた出てきて言った。見よ、あの男をあなたたちのところへ引き出そう。そうすれば私が彼に何の罪も見出せないわけがわかるだろう。イエスは茨の冠をかぶり、紫の服をつけて出てこられた。ピラトは、見よ、この男だと言った。祭司長たちや下役たちは、イエスを見ると、十字架につけろ、十字架につけろと叫んだ。ピラトは言った。あなたたちが引き取って十字架につけるがよい。私はこの男に罪を見出せない。ユダヤ人たちは答えた。私たちには律法があります。律法によれば、この男は死罪に当たります。
神の子と自称したからです。ピラトはこの言葉を聞いてますます恐れ、再び総督官邸の中に入って、お前はどこから来たのかとイエスに言った。しかしイエスは答えようとされなかった。そこでピラトは言った。私に答えないのか。お前を釈放する権限も十字架につける権限もこの私にあることを知らないのか。イエスは答えられた。神から与えられていなければ私に対して何の権限もないはずだ。だから私をあなたに引き渡した者の罪はもっと重い。そこでピラトはイエスを釈放しようと努めた。しかしユダヤ人たちは叫んだ。もしこの男を釈放するなら、あなたは皇帝の友ではない。王と自称する者は皆皇帝に背いています。ピラトはこれらの言葉を聞くと、イエスを外に連れ出し、ヘブライ語でガバタ、すなわち敷石という場所で裁判の席に着かせた。それは杉越祭の準備の日の正午頃であった。ピラトがユダヤ人たちに、見よ、あなたたちの王だと言うと、彼らは叫んだ。殺せ、殺せ、十字架につけろ。ピラトが、あなたたちの王を私が十字架につけるのかと言うと、祭司長たちは、私たちには皇帝の他に王はありませんと答えた。そこでピラトは、十字架につけるためにイエスを彼らに引き渡した。16節から27節。こうして彼らはイエスを引き取った。イエスは自ら十字架を背負い、いわゆるサレコーベの場所、すなわちヘブライ語でゴルゴタというところへ向かわれた。そこで彼らはイエスを十字架につけた。またイエスと一緒に他の二人をも、イエスを真ん中にして両側に十字架につけた。ピラトは罪状書きを書いて十字架の上にかけた。それにはナザレのイエス、ユダヤ人の王と書いてあった。イエスが十字架につけられた場所は都に近かったので、多くのユダヤ人がその罪状書きを読んだ。それはヘブライ語、ラテン語、ギリシア語で書かれていた。ユダヤ人の祭司長たちがピラトに、ユダヤ人の王と書かず、この男はユダヤ人の王と自称したと書いてくださいと言った。しかしピラトは、私が書いたものは書いたままにしておけと答えた。兵士たちはイエスを十字架につけてからその服を取り、四つに分け、各自に一つずつ渡るようにした。下着も取ってみたが、それには縫い目がなく、上から下まで一枚折りであった。そこで、これは裂かないで誰のものになるかくじ引きで決めようと話し合った。それは、彼らは私の服を分け合い、私の衣服のことでくじを引いたという聖書の言葉が実現するためであった。兵士たちはこの通りにしたのである。イエスの十字架のそばには、その母と母の姉妹、クロパの妻マリアとマグダラのマリアとが立っていた。イエスは母とそのそばにいる愛する弟子とを見て、母に、婦人よ、ご覧なさい、あなたの子ですと言われた。それから弟子に言われた、見なさい、あなたの母です。その時からこの弟子はイエスの母を自分の家に引き取った。28節から30節。この後イエスは、すべてのことが今や成し遂げられたのを知り、乾くと言われた。こうして聖書の言葉が実現した。そこには水ぶどう酒を満たした器が置いてあった。人々はこのぶどう酒をいっぱい含ませた海面を規則につけ、イエスの口元に差し出した。イエスはこのぶどう酒を受けると、成し遂げられたと言い、頭を垂れて
息を引き取られた。31節から37節。その日は準備の日で、翌日は特別の安息日であったので、ユダヤ人たちは安息日に遺体を十字架の上に残しておかないために、足を折って取り下ろすようにピラトに願い出た。そこで兵士たちが来て、イエスと一緒に十字架につけられた最初の男ともう一人の男との足を折った。イエスのところに来てみると、すでに死んでおられたので、その足は折らなかった。しかし兵士の一人が槍でイエスの脇腹を刺した。するとすぐ血と水とが流れ出た。それを目撃した者が証ししており、その証しは真実である。その者はあなた方にも信じさせるために、自分が真実を語っていることを知っている。これらのことが起こったのは、その骨は一つも砕かれないという聖書の言葉が実現するためであった。また聖書の別のところに、彼らは自分たちの突き刺したものを見るとも書いてある。38節から42節。その後、イエスの弟子でありながらユダヤ人たちを恐れてそのことを隠していたアリマタヤ出身のヨセフが、イエスの遺体を取り下ろしたいとピラトに願い出た。ピラトが許したので、ヨセフは行って遺体を取り下ろした。そこへかつてあるようイエスのもとに来たことのあるニコデモも、もつ焼きと人工を混ぜたものを100リトラばかり持ってきた。彼らはイエスの遺体を受け取り、ユダヤ人の埋葬の習慣に従い、香料を添えて甘布で包んだ。イエスが十字架につけられたところには園があり、そこには誰もまだ葬られたことのない新しい墓があった。その日はユダヤ人の準備の日であり、この墓が近かったので、そこにイエスを納めた。第20章、1節から10節。週の初めの日、朝早く、まだ暗いうちにマグダラのマリアは墓に行った。そして墓から石が取り除けてあるのを見た。そこでシモン・ペトロのところへ、またイエスが愛しておられたもう一人の弟子のところへ走って行って、彼らに告げた。主が墓から取り去られました。どこに置かれているのか私たちには分かりません。そこでペトロとそのもう一人の弟子は外に出て墓へ行った。二人は一緒に走ったが、もう一人の弟子の方がペトロより早く走って先に墓に着いた。身をかがめて中を覗くと、雨布が置いてあった。しかし彼は中には入らなかった。続いてシモン・ペトロも着いた。彼は墓に入り、雨布が置いてあるのを見た。イエスの頭を包んでいた覆いは雨布と同じところには置いてなく、離れたところに丸めてあった。それから先に墓に着いたもう一人の弟子も入ってきて見て信じた。イエスは必ず死者の中から復活されることになっているという聖書の言葉を二人はまだ理解していなかったのである。それからこの弟子たちは家に帰っていった。11節から18節。マリアは墓の外に立って泣いていた。泣きながら身をかがめて墓の中を見ると、イエスの遺体の置いてあったところに白い衣を着た二人の天使が見えた。一人は頭の方に、もう一人は足の方に座っていた。天使たちが、婦人よ、なぜ泣いているのかというと、マリアは言った。私の主が取り去られました。どこに置かれているのか私には分かりません。こう言いながら後ろを振り向くと、イエスの立っておられるのが見えた。しかしそれがイエスだとは分からなかった。イエスは言われた。婦人よ、なぜ泣いているのか、
誰を探しているのか。マリアは園丁だと思って言った。あなたがあの方を運び去ったのでしたら、どこに置いたのか教えてください。私があの方を引き取ります。イエスがマリアと言われると、彼女は振り向いてヘブライ語でラボニと言った。先生という意味である。イエスは言われた。私にすがりつくのはよしなさい。まだ父のもとへ登っていないのだから、私の兄弟たちのところへ行ってこう言いなさい。私の父であり、あなた方の父である方、また私の神であり、あなた方の神である方のところへ私は登ると。マグダラのマリアは弟子たちのところへ行って、私は主を見ましたと告げ、また主から言われたことを伝えた。19節から23節。その日、すなわち週の初めの日の夕方、弟子たちはユダヤ人を恐れて自分たちのいる家の戸に鍵をかけていた。そこへイエスが来て真ん中に立ち、あなた方に平和があるようにと言われた。そう言って手と脇腹とをお見せになった。弟子たちは主を見て喜んだ。イエスは重ねて言われた。あなた方に平和があるように、父が私をお使わしになったように、私もあなた方を使わす。そう言ってから彼らに息を吹きかけて言われた。聖霊を受けなさい。誰の罪でもあなた方が許せば、その罪は許される。誰の罪でもあなた方が許さなければ許されないまま残る。24節から29節。12人の一人でディディモと呼ばれるトマスは、イエスが来られた時彼らと一緒にいなかった。そこで他の弟子たちが、私たちは主を見たと言うと、トマスは言った。あの方の手に釘の跡を見、この指を釘跡に入れてみなければ、またこの手をその脇腹に入れてみなければ、私は決して信じない。さて8日の後、弟子たちはまた家の中におり、トマスも一緒にいた。戸には皆鍵がかけてあったのに、イエスが来て真ん中に立ち、あなた方に平和があるようにと言われた。それからトマスに言われた。あなたの指をここに当てて、私の手を見なさい。またあなたの手を伸ばし、私の脇腹に入れなさい。信じないものではなく、信じるものになりなさい。トマスは答えて、私の主、私の神よと言った。イエスはトマスに言われた。私を見たから信じたのか。見ないのに信じる人は幸いである。30節から31節。この他にもイエスは弟子たちの前で多くの印をなさったが、それはこの書物に書かれていない。これらのことが書かれたのは、あなた方がイエスは神の子メシアであると信じるためであり、また信じてイエスの名により命を受けるためである。第21章1節から14節。その後イエスはティベリアス湖畔で、また弟子たちにご自身を表された。その主題はこうである。シモン・ペトロ、ディディモと呼ばれるトマス、ガリラヤのカナ出身のナタナエル、ゼベダイの子たち、それに他の二人の弟子が一緒にいた。シモン・ペトロが、私は漁に行くと言うと、彼らは、私たちも一緒に行こうと言った。彼らは出て行って船に乗り込んだ。しかしその夜は何も取れなかった。すでに夜が明けた頃、イエスが岸に立っておられた。だが弟子たちはそれがイエスだとは分からなかった。イエスが、子たちよ、何か食べるものがあるかと言われると、彼らは
ありませんと答えた。イエスは言われた。船の右側に網を打ちなさい。そうすれば取れるはずだ。そこで網を打ってみると、魚があまり多くて、もはや網を引き上げることができなかった。イエスの愛しておられたあの弟子が、ペトロに、主だと言った。シモン・ペトロは、主だと聞くと、裸同然だったので、上着をまとって湖に飛び込んだ。他の弟子たちは、魚のかかった網を引いて、船で戻ってきた。陸から200ペキスばかりしか離れていなかったのである。さて、陸に上がってみると、炭火が起こしてあった。その上に魚が乗せてあり、パンもあった。イエスが、今取った魚を何匹か持ってきなさいと言われた。シモン・ペトロが船に乗り込んで網を陸に引き上げると、153匹もの大きな魚でいっぱいであった。それほど多く取れたのに、網は破れていなかった。イエスは、さあ、来て朝の食事をしなさいと言われた。弟子たちは誰も、あなたはどなたですかと問いただそうとはしなかった。主であることを知っていたからである。イエスは来て、パンを取って弟子たちに与えられた。魚も同じようにされた。イエスが死者の中から復活した後、弟子たちに現れたのは、これでもう三度目である。15節から19節。食事が終わると、イエスはシモン・ペトロに、ヨハネの子シモン、この人たち以上に私を愛しているかと言われた。ペトロが、はい、主よ、私があなたを愛していることは、あなたがご存知ですと言うと、イエスは、私の子羊を飼いなさいと言われた。二度目にイエスは言われた。ヨハネの子シモン、私を愛しているか。ペトロが、はい、主よ、私があなたを愛していることは、あなたがご存知ですと言うと、イエスは、私の羊の世話をしなさいと言われた。三度目にイエスは言われた。ヨハネの子シモン、私を愛しているか。ペトロは、イエスが三度目も私を愛しているかと言われたので、悲しくなった。そして言った。主よ、あなたは何もかもご存知です。私があなたを愛していることを、あなたはよく知っておられます。イエスは言われた。私の羊を飼いなさい。はっきり言っておく。あなたは、若い時は自分で帯を締めて、行きたいところへ行っていた。しかし年を取ると、両手を伸ばして、他の人に帯を締められ、行きたくないところへ連れて行かれる。ペトロがどのような死に方で、神の栄光を表すようになるかを示そうとして、イエスはこう言われたのである。このように話してから、ペトロに、私に従いなさいと言われた。20節から25節。ペトロが振り向くと、イエスの愛しておられた弟子がついてくるのが見えた。この弟子は、あの夕食の時、イエスの胸元に寄りかかったまま、主よ、裏切るのは誰ですかと言った人である。ペトロは彼を見て、主よ、この人はどうなるのでしょうかと言った。イエスは言われた。私の来る時まで彼が生きていることを私が望んだとしても、あなたに何の関係があるか。あなたは私に従いなさい。それで、この弟子は死なないという噂が兄弟たちの間に広まった。しかしイエスは、彼は死なないと言われたのではない。ただ、私の来る時まで彼が生きていることを私が望んだとしても、あなたに何の関係があるかと言われたのである。これらのことについて証しをし、それを書いたのはこの弟子である。私たちは彼の証しが真実であることを知っている。イエスのなさったことは、
この他にもまだたくさんある。私は思う。その一つ一つを書くならば、世界もその書かれた書物を収めきれないであろう。